INI と4トン3のモーニングルーティーン。さあやってきました。本日はですね、巷はですね INI と4トンをする日ということで、我々も準備をしていきたいと思います。なぜかね、はい、よしや4トンするんだよね。4トンをするかしないかは問題ではない。問題ではない、はい、4トンをたとえしようともしなかろうとも、人は4トンの準備まではできるということにこのアクリアンチャンネルは気づいたんですよ。哲学涙目になってくるんだけど、この企画やるよ、やるんだから。人気ドキドキして寝れない。ジン君と話せるとなったら、え、でも昨日もね、ご飯食べながらね、じゃあ20秒話せるとしたら何話すみたいな感じだったけど、やっぱさ、なんかさ、何も思いつかない。あれ何話してんの、マジでさ、何にも思いつかない。何話す、自己紹介って終わっちゃくない。結局さ、絶対見たらさ、え、かっこいいとかさ、好きって言っちゃうじゃん。あーってこういうとか言ってね。そうでさ、なんか名前言ったところでさ、なんか次すぐ会えるならさ、また、あくにゃーんとかなるかもしれないけどさ、なんかそんなすぐ名前だと覚えてもらえるわけじゃないさ、なんかどうせ忘れてしまうことにさ、20秒使うのもったいないよね。みんな何言うの？なんかでも印象に残る何かを言わないと、絶対にあの脳裏に刻まれないから、当たり前じゃない、なんか突拍子もないことを言うべきなんだけど、それは一体何なのかって話なんだけど。今使ってるカラコンを紹介しまーす。サッシーがブランド出してんだよ、カラコンの。で、サッシーが出してるカラコンのブランドです。瞳はサッシーってこと？もうこれで。そう、もうほぼサッシー。だから4トンしてる時、藤巻くんが、あれサッシーってなっちゃうかもしれない。なっちゃう可能性ありだね。そう、あれっつって。あるわけねえだろ。眼形はサッシーことアクネって。面白いの今のいいと思うよ。え、でもさ、どういう意味って聞かれた。あ、実はあのサッシーのブランドのカラコン使ってるんですって。もう20秒それで終わりだ。終わりだよ、もう1分終わりだったね。20秒ですよ、脳に刻まれる、ほんとこれ。あの、準備してもらって、この量が全然違うんだけど、何これ。見て、ジーヤンのメイク動画、これ1個。あと、お冷や、お冷や。お冷やと、これだけです。安上がりだね、ほんとに。もう、ファンデとか下地とか、やんないから、そういうの。やんないとあるだから、ちょっと。ニャンチー。これもやっていいの？いいよ。え、なんかニャンチャ、ここ穴開いてるよ。え？これ穴じゃない。穴じゃない、びっくりした。穴開いてたらさ、よくよくやべえよ、マジで。やばいよね。モーニングルーティンところじゃねえよ。これあの、メガネちゃんからもらったプロテインで。これめっちゃ美味しいの。ココア味じゃないんだよ、ジーヤ。何味？スッキリココア味。スッキリ、ココアスッキリなんだ、珍しいね。なんかくどくなくて、これめっちゃ好きで。あれらしいよ、美容とかにもいいらしいよ、プロテインと。ココアはね、もともとね、あの、肝臓とかにも良くて、二日酔いの次の日とか、あのココア割とかでね、さすが肝臓で病院運ばれてるからね。肝臓で死にそうになりました。ピョンピョンピョン。飲みすぎ注意で、みんな。ジン君未成年だから一緒にさ、禁酒した方がいいよ。ああ、私も推しが未成年だから禁酒してたもん。みんなこれどう思う？まあ、ちょっと今ちょっとよくわかんないんで。ニンチ。ジン君がさ、二十歳になったとはいえさ、お酒飲まない場合もあるじゃん。それはどうするの？沖縄の人でしょ。ああ、飲むよね。お酒強いイメージ。泡盛的な。じいや、昔ね、沖縄の人にね、海に沈めといてる泡盛っていう、海になんか、あの、瓶ごと沈めてる泡盛があって、それ飲んだんだけど、あ、なんか普通だったよ。ねえ、ナイス。ねえ、トーク急に超えてなんかさ、着地させないで。ねえ、それ。ニャンチ。ちょっとね、コットンがないんだよ。眉毛どう？こっち、右ね、眉毛下の、ほら、全然違くない？あ、このシェーカーはファンの方からいただきます。じいや、もうこれ。本当にファンの方からいつもいただいたばっかり紹介しちゃおういただきました。いただきました。ありがとうございます。来てくださる方からありがとうございます。いつも愛用してます。すごい。今何しようとしたんだっけ？ジーヤ。え、私はコットン探す。あ、コットンだ。コットン持ってきたよ。え、えらい。えらいじゃねえお前。ニャンチ。ジーヤコットン。え、それ犬じゃないよ。チルコットン1/2、1/2ウルウルコットン。肌についてくるやつあるじゃん。そう、ジヤちゃんがいつも教えてくれるの。ニャンちゃん毛ついてるよって。そう、だからこれは毛つかないですよね。2つで1つなんだけど、もったいないから1枚しか使う。そう、いつもそうやって使う。知ってる、節約ちゃんなの。これ今使ってるやつ。これなあ、おじちゃんって水ぐらいだなしてこうやって折ってて、折ってて、あ、こうやってやんな。もうちょい真ん中、もうちょい。喋って。はい、はい、これニャンちゃんが使ってる無印良品の化粧水と乳液。時々ジーヤもこれちょっとくすめて使ってます。衝撃的なジーヤ。ジーヤなんかさ、化粧水とかクリームとか塗らなくても午後になるとなんかすごい潤ってくる。そう、気づいたらガーシーになってる。気づいたらガーシー、気づいたらガーシーになってるんだよ。ほんと藤巻くんのアテンドしてもらっていい？ニャンチ。ジーヤも鏡がないと
めっちゃ前で鏡必要って持ってるから普通にここやんじゃん鏡これそんなのちっちゃいやつそんなの使わないよなんかセンターパークやりすぎて前髪が分かれちゃうんだよね今でもね今流行ってんだよシースルーバンクこの子シースルーバンクってない？この前髪薄くすんのちょっとほーんあら流行りを取り入れるの早いね。ちょっと待って次やればナチュラルナチュラルシースルーするなんだっけニンチねえ、ちいや、ほんと最近前髪が今伸びないの。え、でもあれはどうなの？育毛剤使ってみる。育毛剤使ってるのなんかちょっとふさふさになってきてる。マジで、あれすっごい。そう感じるでしょ前より。前より。え、見せてる？ハゲ取れやないかいハゲてないよにんち推しの話して、推しの話。推しの話。あのさ、ジンくん大好きなんだけど、皆さんもご存知かどうかわかんないですけど、YouTube 結構見てんの？ INI ってほんと偉いよね。ずっとコンテンツ、ほんと。番組みたいなコンテンツ出してんだよ。忙しいね。動物実態とか。寝る暇あるのかしら。ほんとすごいあれ。ジンくんちゃんと寝れるときは寝てね。ということで、なんで、出たなんだっけ。わかんなくなっちゃった。ねえ、脱線したらそのまま降りるのやめて。なんだっけ、そう、ジンくんが、動物のなんか牧場みたいな。なんか動物園みたいな。そうそうそう、なんかに。あれ動物好きなふりしないからいけないから大変だよね。あ、嫌だこれで。だって佐野くんとかちょっと袋ビビってたもん。クロはだって猛禽類だよ。動物企画かわいそう。ほんと好きな子は好きじゃん。好きじゃない子は好きじゃないから確かにね。アレルギーとかも、ジエマさ、猫アレルギーとかだから、クサギとか抜ける系なんだと思う。クサギ、クサギ。クサギ、クサギ。クサギって。脱線を戻して。あの顔で結構臭いよ。にんち。何カンペ出すかって言ったらさ、タイトル何それタイトル。ジンくんの可愛いところメモ。エスポーツでタン、あの、なんだっけ、握力系あるじゃん。あれさ、いくつ？相当低かったよ。なんかみんなさ、30代とかなの。あ、さ、55あんの。マジで。松田陣握りつぶせんじゃん、顔。メンバーで50代の人。いない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 。ちなみに、ジンやって、あげないより握力つぶせん。握力はあげない超えたよ。すごい。あげない超えたよ、皆さん。ゲッゲッゲッ。ジンや55キロ。今わかんないです。今わかんないけど、でも元気な頃です。ジーヤがジンくんだった頃。いやいやいや、でもね、10年ぐらい前だよ。10年前ってことは49。10年前だよ。いや、10年前でも49って結構歴史を刻んでるよ。にんち佐野くんは結構天然でボケ散らかしててさ、やっぱまあ笑い方も豪華だよね。最近シュッとしてかっこよくなってきた。佐野ちゃんどんどんかっこよくなってるよ。木村くん、木村くん、どっちだっけ、どっちだ、木村くんだ。木村くんが反復横跳びするの超得意。あ、得意そうすぎる。めっちゃ得意。めっちゃ得意。武器になってやってたあれ。田島くんもさ、20秒で何回できるかってやつで、佐野くんがタイムキーパーだったの。すっごい必死にやるわけ、うわーって言ったら、なんか佐野くんが申し訳なさそうにさ、なんか見とれちゃって、30秒までやっちゃいましたって、測り直しだったの。田島くんは全勢力をもう、うわーって満身創痍でやってたのに、だけど全然怒らないの、田島くんが。田島くん、木村くんどっち？ね、田島くん、あ、木村くん、ピッチャー投げたの誰、この田島くん、あ、間違えた、木村くんの、いつも間違え、木村くんだ、ごめんなさい、木村くん、ピッチャー投げてない方ね、投げてない方、投げてないね、うん、最初木村くんの話で始まったのに、途中から田島くんの話になってなんか最終的になんかどうなったのっていうマジで頭の整理戦闘しながらなんだけど、ぐっちゃぐちゃ、未だにちょっと分からなくなっちゃう。え、違う、そのせいでこれ映ったの、忘れた、木村くんと田島くん間違えちゃうようになっちゃって、ね、あ、ちょっと待って、ピッチャーが田島くん。ピッチャー田島。うん。にゃんちゃんの元彼が木村。元彼。え、みんなちゃんと言えてんの？にゃんち。そんなの持ってた。これこの前いただいたんですよ。おお、素敵な、おしゃれだね。これ。これグッチだよ。これグッチ。グッチがリップ出してんだよ。本当だ。可愛い。可愛い。色が可愛い。二つ使っちゃおう。出ない。ね。グッチ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 の。グッチニンチそうだった、忘れてた、今日会えないだろ、ヨンちゃんだよ、今日はその日のためだよ、何時からだっけ、ヨンと18時。ねえ、リアルっぽい時間言わないで、悲しくなるから普通に考えて。いいよ、もうカットで、はい、完成、はい、完成皆さん想像してください、はい、このカメラを切った後にシーンとなるこの現場をぜひとも想像してほしい。アクリオンとジーヤ4トン楽しんでね、トマトケタッカーやかー楽しむぞ。それでは皆さんも明日お幸せに。動物園とか行きたいとか触れる動物園、ジーヤスなんとか園行きたがるよね。なんとか園、動物園、水族館、なんとか園じゃないけど水族館とかなんかそういうの行きたい。わしは普通に会いたくない。
え、なんでバカじゃないの、会いたくないの、なんで素を知れちゃうから。なんで素を知